こんにちは、歌一郎です。今回もリサ・ザ・ペインフルの続きをやっていきたいと思います。前回は、幸いにもゲームオーバーにはならずにセーブポイントまでたどり着けたんですけど、なかなかハードな選択肢もあったりですね、結構心が揺さぶられる内容が多かったかと思います。一番辛かったのは、仲間の中から、ロシアンルーレットで頭を、打ち抜くというか、そういうゲームをやらされる、場面があって、結局3人死なせてしまいました。で、どうしてもゲームの進行上、強い人は残して、あんまり戦闘上役に立たないみたいな人をですね、選ばざるを得なかったりして、結構、なんて言うんですかね、本当にギリギリの選択をさせてくるなっていうのが、ありますね、このゲーム。ちょっと今後も同じようなことが、おそらくあるんだろうなと思いながらも、ちょっといろんなエピソードが出てきて、一言では本当言えないゲームだなと思いながらやっています。はい。では、続きに行きたいと思います。よろしくお願いします。これですね。はい。そう。よし。とりあえずここは全部見たと思います。よし。アイテム。貴重品と。よし。なんかここちょっと試してみたい気もするけど、どうかな。一回ちょっと宿泊してみましょうか。ちょっとやばかったら取り消そうかな。うわ、やっぱりなんか起きてる。誰かいなくなってるかな。何が起きたんだろう。アイテムとか。誰だろう。スキル。どうしよう。ごめんなさい。どうしよう。やっぱり、ちょっと待ってくださいね。今のはやっぱり取り消したいな。はい。ちょっと戻ってきました。もう一回やり直します。やっぱり、大抵の場合は、おかしなことになりそうですね。普通にああいうのっぱらで止まっちゃうと。極力やっぱり止まりたくないな。よし。強いな、やっぱりこのヘビ。お、ヘビだ。
しょ、普通にスキル使うか。えい。弓。なんか順番入れ替わってるね。スキル。ボムアロー。ヘビに全力投球。影の、なんだっけ、影人間だっけ、影人間、お、おらん、やばいな、ちょっと。おらんの毒を抜いた方がいいよね。アイテム。タバコ、おらん、オッケー。ミステリージョーキー、えい、よし、あ、ここはあれ、この人なんだっけ。俺たちは本当に惜しいところまで来ていたんだ。あの子はウィンナーのような頭をした男と一緒にあの洞窟に入っていった。そしてクソランド、ランド軍がクソ TNT を仕掛けた。そのせいでここら一帯は岩でめちゃくちゃだ。なんてついてないんだ。そこ、あれ？こっちって行ったんだっけ？完全に道を塞いでいる。TNT を手に入れないと先に進めなさそうですね。あれ？こっちってなんだっけ？先ま、あ、これか。ちょっと待って。なんか、まだ見てないところを済ませてからにしましょうかね。ここは？ここは初めてだよね。え、火がついてない。あ、なんだこれ。あ、誰？手作りの人形、相当の敬愛と心遣いをもってして作れられたように見える。ハーニー。お、たった今、あ、誰？嘘だそんな、愛しのハニー。これは何だ？君は彼を愛しているのか。そうか。え、戦いになっちゃった。ちょっと、戦闘開始。とりあえず、お、通常攻撃で行こう。俺の息子、ハンクのことが頼んだ。なんか勝手に入って悪いことした感じだよね。お仕事帽子を手に入れた。申し訳ねえ。
けたりする？あ、ここはこうか。よ。なんかバナナの絵がたくさん描いてあるな。ん？どうなってんだろうこれ。お、誰？ここは何だろう。俺たちはバナナスプリッツ。この派手な服が自慢なんだ。あんたもどうだい？どうだいって。宿の管理人は見た目こそ奇妙だがいいやつだ。宿はどこだろう。ここは誰だろう。ん？ここは違うね。うほう、かわいこちゃん。お、何今の。勝手に店を出る仕掛けになってますね。俺はずっと猫のような見た目の女の子を夢に見るんだ。それか猫娘。いや、むしろ何者だろう。猫娘か、ダサいな。俺はアヒル娘の夢を見たんだ。なんて素晴らしい夢だろう。それにその娘、超エリートな諜報部のようなものに所属していたんだ。あ、そう。ショップ。いらっしゃい。お、日焼け止め。お、結構いいものが売ってそうですね。トゲ付き肩パッド。スケーターの肩パッド。ホラン、とレイジか。レイジ、上品なショール。ブラッド、脂っこいポンチョ。ピクニックブランケット。この辺ってかぶるのかな？両方つけられるんだろうか。ミッドライフクライシスハット。中年の危機か。レイジ汗臭いマスク。日焼け止め。OK。お、結構変えた。で、装備で。あれ？ブラッド。最適を装備。オラン。お、装備。レイジ最適。あれ、輝くマスク。ん？お、納得。お、オッケー。あれ、この辺はどうなってんだっけ。こう、ピクニックブランケット、お仕事帽子。ん？パーシー、あれ、パーシーを見たっけ。だね。アイテム、防具。あれ、たくさん余っちゃったかな。たくさん余っちゃったね。宿屋はどこなんだ。ここかな。くそ、情けない。もう俺の人生はおしまいだ。女なしでどう生きていけばいいんだ。あれ、宿屋どこにあったんだ。あれ、宿屋通り過ぎちゃったかな、もしかして。ん？うわ、何あれ。何あれ。いや。あれ？
これはなんだ。あ、あれ。どうしよう。あれ。お。若き戦士を。我が道場へようこそ。ん？消えよ。お？アーティ・ゴンゾロの一家の素晴らしい調和のための訓練所だ。お、どうぞこちらへ。うわ、やば。どうぞこちらへ。武道において最も大切なもの、それは忍耐。感情に身を任せてはいけない。戦いにおいては常に冷静さを保たなければならない。私の教えを学びたいかな。うん、じゃあ学ぼう。修行の準備はできているかな。忍耐の塔に登るんだ。待って、まず自転車に乗ってちゃいけないよね。さあ、忍耐力を証明せよ。これ、ずっとここに立ってろってことなのかな。お。え、忍耐力？忍耐力ってなんだろう。この、落下する、痛みに耐えるってやつかな。前のと一緒で。え？こういうこと？ちょっと一回話聞いてみよう。え？あれ？忍耐の塔に登るんだ。あれ？じゃあずっと待ってればいいんだろうか。忍耐力を証明。これわかんないな。何度も落ちろってことなのか、ずっとじっとしてろってことなのか、わかんないな、これ。どっちだろう。ちょっと今回はこのままずっとしておっかな。こんなことあるかな。とりあえず待ってみますよ。いいのかな、待ってれば。2階から飲み物を、あ、お、あ、来た。見事、忍耐力を見せてくれたね。お、待ってればよかったんだ。これで、感銘を受けた。まさかあれだけ長い間立っていられるとは思わなかった。おそらく君は落ち着きと忍耐の価値を理解できているのだろう。空手の巻物を手に入れた。読んで確かめておくように。まあ、早速読んでみよう。ゴンザロの巻物。英語で書かれているのであんまりありがたみがない。またそのパターンか。
S アタックと MSP を上昇させる。やっぱりブラッドだな。 OK、 君には全て教えたよ。あそこの鍋からスープを拝借したかったんだけど無理ですね。よし、よかった。とりあえず、OK。あ、ここにカラスさんがいるな。ちょっと待ってね。あ、なんか、あれ、ここに宿屋がありますね。あ、なんだ。お、なんかいろいろあるな。どうしよう、ちょっと待って。ここに寝てる人もしかしてめっちゃ強いパターンかな。どうしよう。先にセーブするか。ね。待って。ここ何？待って。こんにちは。お泊まりですか？ちょっと待って。一回、さらば出してみよう。うたた寝の間にこそ、したためる涙は思考。ちょっと待って、一回セーブしてからのが安全だな。ここでお泊まり。本当に大丈夫かな。じゃあねのね。じゃあねのね。大丈夫だったってことかな。ステータス。装備、アイテム。とりあえずは、良かったってことかな。よし。これは、害があるようには見えない。大丈夫だってことか。何にもなかった。あ、ここって登れるのかな？あ、登れるんだ。あれ？うまいことを言ってるつもりなんだろうが、毎朝よくもまあ寝ぼけたことばっかり言えるな。バーカ。なんかね、鳥みたいなやつの言葉かな。ちょっとこっち行ってみるか。なんだろう、ここ。町のデカブツ。うちの連中がバフバンダイクとの大試合に向けて訓練している。くれぐれも気をつけてくれよ。さもなきゃ体当たりを食らうぞ。それとメンバーの一部はハンマーを投げている。なぜかはよくわからないが。ここ上がってもあんまり上がってアイテム、お、やば。あ、ぶつかってもいいけど戦うことになるよってことか。あれ、なんかブラッドなんか変なマークついてんね。なんだろう。あ、こいった。しばし休息の時だ。
しょ。ヘッドバット。レベルアップ。ディープポイズンアロー。おう。オッケー。これ、とりあえず瓶を取りに行くか。下は何かあるのかな。まあいいか。あ、どう。普通にぶつかってしまった。よし。1187。あれ、あそこにショップがあるのか。バー、聞いてくれ。俺は人生の大半をバーで過ごしてきた。俺は話もあるぜ、この畜生。まあ教えてやろうじゃないか。この人話長い系。シフォンソロは玉虫色の織物の元祖だ。そしてさらに、あいつは銀河一の最もやばい織物密輸描写だ。やばい。OK。わかりました。はい。買う、高そうなお茶、アイスコーヒー。おぉ、HP と SP 全回復か。ココラコーラ。玉ねぎウォッカ。怪しいお酒。アイスコーラ、あ、じゃあアイスコーヒーいいっすね、これね。11、買っとくか、そんくらい。高そうなお茶。戦闘中に使うことで TP をチャージか。ん？でもな、そんなに使わない感じがする。SP を回復。玉ねぎウォッカ。
どうしようかな。ちょっと買っとくか。地球10個ぐらい。よし。これは何？話せない。よし。これもう抜けちゃっていいのかな？ん？あれ？あそこになんかあるね。お？発電機の中のガソリンを使って火炎瓶作る。3、4。ああ、もうなくなっちゃった。戻ろう。こっちで、あれ？お、タバコ。こっちでいいかな。ん？ん？お、これ、なんたらレンジャーがいる。あれ、また対決してる彼ら。うわぁ、何？人質取ってるわ。さあ、パワーヘルメットを捨てろ。さもなきゃお姫様はどうなるかな。 スティーブ、なんだい。リックがもう衣装を着ていないな。あ、これピンクか。ピンクレンジャー。おい、何やってんだピンク。え、もう我慢の限界だ。おいおい、やめてくれよ。そうだな、俺はもういい。俺は飽きたんだ。そう、こんな遊びにはな。今の俺はパーティーの白鳥だ。俺は空を優雅に舞う定めなんだぜ。そんなわけでまたな、バカども。おう、あんたか。なんというか、ちょうど後ろにいたんだな。ワイルドだぜ。なあ兄弟、パーティーは好きかい？俺は好きだ。一緒に遊び明かそうぜ。ピンクレンジャー仲間になった。畜生、6つ目の色がないと俺たちは無価値だ。新しい隊員を探さないとな。行くぞ。サルベーションレンジャー、さらば。あ、いなくなっちゃった。仕方ないな。ここで待つよ。え？一応助けてあげた方がいいのかな。ここで待つこととしよう。あ、助けることもできないんだ。ごめんね。あれ？あ、そこにもなんかあった。ちょっと待って。あれ？これさっきもうガソリンもらったとこだよね、これ。OK。よいしょ。あれ？そこの小袋をもらうにはどうしたらいいんだろうな。ここ？ん？どうやって行くんだ、そこ。入れないの？ん？あ、いけたいけた。タバコ。よし。ん？これは特にどっか行けないし。あ、これもダメだ。なんかあるのか？あ、あれ？あれ？あそこどうやって？あ、上から行くのか。うわ、いた。買う。あ、オールスターバンド。ほら。グイーンの弓。マッドドッグ、トゲトゲコンボ。よいしょ。
待って、お、すすけたゆみ。待って、まずオランに買おう。オランに買って、巻き割り斧。どこ？あれ？ちょっとこれで装備をしてみよう。オランでしょ？奥院の弓。あとなんだっけ？マッドドッグか。巻き割り斧。あ、やばい。いた。あれ？ここにもなんかあるけど。あれ？ちょっと待って。ちょっと仲間を入れ替えて、仲間入れ替えないと最適な武器は来ないのかな。変更、オランを、パーシー、レイジオ、ビースト、ヤザン。ヤザンって、あ、これか。待って、これで決定して、よし、痛い。よいしょ、買う。あ、そうだ、ブラッドに買っとかないと。パーシー、木のブーメラン。待って、ビスラー。木のブーメランかとか。そんで、装備。皆さんは特にないんだよね。あ、パーシー、木のブーメラン。あ、そうだ。あ、違う。装備。オールスターバンド。これ一回降りても戻れんのかな？いや、でも戻れないか、これ。え？ちょっと危なそうだよね。え？あ、行け？あ、でも、行けなさそうな気がする。ヤザンに変えて、マッドドッグ、あ、オランここにもう入れとこう。よし。よし。買う。あれ？リック。あ、リックもブーメラン使いなのか。あ、タイガーは何もいらないんだ。リック。リック弱そうだな。ゴミ袋のショール。中国武術のよりか。タイガーマン試してみるか。なんかこの先も行きたいけど、ちょっとまだ
元の後ろの方でやってないことがいろいろあるので、そっちに先に行きましょうか。あれ？これでいいのかな？あ、ここに来ちゃったまた。よっ。あれ？ちょっと待って。もしかしてトラック、あ、エリア2ってどこだろう？エリア2まで行きましょう。ここだここだ。オッケーオッケー。待って、ここは行けなくて、あれ？ここは入ったんだっけ？あ、ここはまた焚き火があって、ちょっとやばそうなのでやめとくか。すぎて全然覚えらんないよね。で、ここに来て、この先でもなんかが起きてたよね。ここはなんかもうもらっちゃったやつだ。あ、この上に誰かいる。いや、あれ、そっち行けそうだけど、ちょっと待って、こっち、これは？次の動きを忘れちゃった人。この上は何だろう。これ、上から誰か見てた人、あ、これだ。どうしたの？素敵なこと。奴が言った。イエイ。私の道場のメンツを守りに帰らなきゃ。あ、これ師匠じゃん。じゃあね、お若い弟子の人。これ強いのかな、この人。はい。ちょっとあれみたい。なんか、長渕剛みたい。俺本当にあのタコの人形が一つ欲しいんだ。でもマグは使い切っちゃったからな。タコの人形ってなんだろう。この人は？触るな。モーティーのフリーマーケット。フリマなんだ。いらっしゃい。高そうなおもちゃ。ダイエットココラコーラ。アイスコーヒー。何かの塊。戦闘中にこすってみよう。臭い匂いが出ます。やだな。ディスマルの地図。シャーディーって誰だっけ。なんだろう。あ、トランプなんか持ってきてって誰か言ってたよね。不気味なアニマルドール。古ぼけたタコのアニマルドールだ。珍しいが価値はなさそう。これ欲しいって言われてるから買っといて、これも買っといて、これもなんか後々使いそうだよね。よし。OK。この人にタコをあげよう。そうさ。この子の名前はバーナバス。これお礼にもらってくる。お礼シアンウイスキー。見て頼れる。あれ、この下はなんだっけ。あ、OK。
私は強くなったらボブ師匠のような人になりたい。師匠、戻っておりますね。ようこそよその人。そうだね、君ってかなりいじめられたように見えるよ。自信をつけたい。水着に似合う体になりたい。それならここはぴったりの場所だよ。門下生の心得。これ何か役に立つのかな。そういえば、売るものは何も買ってはくれないのか。よし。よ、危ない。よ、どうしようかな。ここで、カラスか。これは入ったんだっけ？あ、これトランプの人だ。おかしいな、これは僕が持っていたものだ。一体どうやって？もしかして本当の魔法使い？おっと、そうだ、約束は約束。ジャック、あ、この人も仲間、そっかそっか、仲間になるんだったんだ。偉大なるフライデー師匠は俺たちに全てを見せてくださった。あの方を尊敬せずにはいられない。フライデー師匠はカンフーの天才。OK。こっちは何だっけ？あ、なんもないか。こっちじゃないか。よし。どうしよう、ここでセーブしとくか。15、 OK。 それで、そうだ、私にはトラックがあるのです。よし。これでもう進んで大丈夫かな？大体見たよね。あ、でもあそこ、さっきのなんか鉄骨の先のところまだ進めそうだったけど、また後で行けばいいか。忘れなければ。すまないな。道は通れないぜ。あの女の子がこの辺りにいるからな。ランドの関係者以外は通すわけにはいかない。そうなの。じゃあここはいけない。じゃあやっぱりあの鉄骨のところ行くしかないのか。鉄骨のところはここなのか。よし、止まっとく。どうしようかな。もう一個は止まっとくか。じゃあねのね。よし。あれ？お前がやってることはこれでいいと思ってるのか。お前のせいで俺のチームは台無しだ。確かに。ごめんね。ごめんねとしか言えない。これはあれか。降りないと落っこっちゃうかな。なんだっけ。
そう。あ、あ、いた。いた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 いっす。この下なんかあったんだっけ。何かが。よっ。ん？この下は。ここ、あれ？ここ行ってないか。ファンシーパフュームいいね。よし。あ、何これ。え、何？なんも言わないよ。あ、誰あれ。え、私の日、ひっそりした住まいへようこそ、ゴージャスな方。くつろいで行ってね。え？え？何？うわ、なんか人がテーブルとかになってる。え？へそくり、50マグ。え？怖い。怖い。怖いな。それは私の官能文学。この泥棒猫がここから飛び降りてお前のケツをと蹴飛ばしてやったのに、こんなにいいお天気じゃなければ。そうなんだ。怖い。あれ、お水がある。汚い水、戦闘で使えるからね。水はもう出ない。ダン。この上はいいか。あれ？上から行くのか。え？ガソリンのあれか。そうだね。この絵か。あ、危ね、危ね、危ね。今、あ、いいのか。あ、カラスがいて。あれ、その上ってどうやって行くんだろう。シーパーフィウム。あ、別にこうやって戻れるんだ。そっかそっか。OK。待って、どうしようか。ヒント。ブルドーザー。もしも誰かをブルドーザーで引いたときは、経験値が手に入るよ。恐ろしいことだよね。わかっているけど。帰り見るテリー。よし、じゃあここでセーブを入れるとこう。降りれるんだ、こうやって。わあ、わあ、ごめんね。おお、リージはレベル21になった。おお、おお、
戦ってる。俺たちは最善を尽くした。ああそうだな。さらばティミー・キャロッツ、さらばパーシー・パイス。申し訳ない。あれ、あっちなんかあったっけ。特に何もないか。あれ、申し訳ねえ。お、強い。赤くなってる。降りらんないの？あれ、全然降りらんないね。降りたいんだけど、一回無理か。このまま進むしかないってことかな。してきた。今がその時だ。ホレイス、これは挽回のチャンスだ。僕ならできる。ホレイ、いやダメだ、今じゃない。記憶が蘇ってくる。今はやめろ。うわ、よ、おじいちゃん、おじいちゃん。僕はブルドーザーの運営中になりたい。パパは前にパパとママと乗ってたよ。そうかい、坊や。そして本日最後の資格免許証はモレイス・リンケル。ブルドーザー運転資格合格おめでとう。誤植だと思います。僕はホレイス・フィンケルです。すごい誤植。まあ何でもいいか。モレイスはモレイス・リンケルの資格免許証を受け取った。先生ありがとうございます。これまで培ってきたものを世界に見せる時が来ました。どうもモレイス・ディンケルです。あれ、やっぱりモレイス・ディンケルのやつだったの。しまった。モレイス、早くブルドーザーでこの冷蔵庫を持ち上げて私の命を守って。もちろんさ。うわ、なんか悪い結末になりそう。すぐに助けてあげよう。訓練に何年もの時間と僕たちの全財産をかけてきたんだ。この野獣を乗りこなすために。そう、僕はホレイス、輝けるブルドーザーの貴公子だ。あ、よかった。ホレイス、君、あ、救えなかったんじゃ。ホレイス、君は奥さんを救えたはずだ。君のブルドーザー運転の腕前がそこまでひどくなければね。君の責任だ。最低な孫だ。お前はもう本物のブルドーザー運転手にはなれないぞ。あれは痛ましい記憶だった。ちょっと聞いてほしい。僕はこんな感情はもう味わいたくないんだ。このブルドーザーを止めて家に帰るとするよ。このペダルをオフにしてから。おっと。ダメだね、ほんと。ブラッド、あ、特に体当たりしかないね。ブルドーザー、排気ガス、
排気ガス。スキル。コンボ。操術。スキル。ダブルスワイプ。オラン。弓か。弓しかない。うわ。レイスは泣いている。体当たり、コンボ、操術ですか。あ、効かない。ミス。スキル、ビッグファイアボール。スキル、ダブルスワイプ。スキル、ボムアロー。レジスト。お、エンストしちゃった。体当たり、全然効かないね。レイスを、スワイプ。うわ、やばいじゃん。体当たり、スキル、ミステリージャーキー、ビッグボムアロー。愛しのべき、またしくじったよ。よっ。乗り物が動きを止めた。レイスのヘルメット、縁起悪そう。X が使えない。なんでだ。ディーゼルの火炎瓶作ろう。TNT、 素晴らしい。今すぐここから出てしまおう。お？どこだこれ。あ、ここに戻ってきたんだ。あ、なんかいる。なんかいるよ。ちょっと待って。ちょっと待って。なんかあの宿屋さんで先に、貴重品、宿屋さんで体力回復してこよう。に話しかける前に、壊しておこう。上の方から行くか。
上はあれだよね。ああ。あの、長い階段のところ。はい。あれ ?TNT を。そんな近くで。なんかあるかな?めっちゃ役切れです。あ、なんか監視カメラあるし。なんだろうここ。なんだろう、なんだろう、なんだろう。ちょっとこっちまで一回来ちゃったけど、うわ、ジョイ。これ何?やつらの仮面。うわ、何これ。うわ、なんかちょっと、めんどくさそうだね、この相手。うわ、あ、間違えた。うわ、全然効かない。あれ?全然効かないね。スキル。ファイアボール。釘スキルダブルスワイプボムアロー。あ、倒せた。この後どんどんたくさん来るわ。スキル釘ダブルスワイプ。お、強。うわ、どんどん来るじゃん。スキル。スキル。レベルアップ、ファイアボール4。最大 HP が低いんだよな。タイガーマン。あれ、なんか手前のところ全然寄らないで来ちゃったけど、よかったかな。ヒルボムアロー、いけ。ポワン。お。カメハメハだね。うわ、なんだこれ。知性を持たない羊。不愉快な不要物。暴力的な兵士。私のお気に入り。どういうこと?うわ、たくさんいる。スキル。スキル。ダブル。弓。レベルアップ。OK。この後最後、ボスいそうだよね。
スキル、操術。強いもん。お。タイガーマンはまだあんまり強くないから、最終戦は別のやつの方がいいな。コンボ、スキル。どうしよう、次のに取っとくか。誰？彼女は死んでいる。彼女ごめんなさい、あなた。でもこうするしかないの。これは何だろう。記憶なのか。施設だったんだ。ホース蒸気。うわ、何これ。血で汚れて読むことができない。うわ、戦う。うわわわわ、ファイアボール4、スキルダブルスワイプ。強いんだな。強いのかなこれ。強そうだよ。うわうわ、なんか変な気持ちになっちゃってるね。スキル、ポイズン、ラピッドアロー。うわ、怖っ。あれ、うわ、タイガー
も立ちすくんでいる。ウラットも立ちすくんでいるのか。ロビット。ドクターは泣いている。戦うスキル。悪いね、なんかね。メガビッグショット。レモント博士の指揮。ヤドウ博士の上位計画は完全に失敗に終わった。私はそれを喜ばしく思う。実験のどれもが軍の利益を何一つもたらさなかった。家に帰るのが待ちきれない。他の科学者の一部はここに残るようだ。彼らが病気になっていないかが気がかりだ。それは癒されているはずが、なんか読めなくなっているのか。私はもう一度彼女に触れたい。彼女の顔をなくり潰すなどもなんとでも。文章は次第に目を失っていく。そうか、どうしようかな。これなんか僕反対からやっちゃってるんで、一回戻れるかな。戻って上頭の方から来ようかな。あ、違う。エリア2。どこに行ったんだっけ。あ、これじゃない。待って。あそこを壊したんだよね。あ、でもちょっと待って、先にに体力回復し、セーブしたいんですけど、ちょっと厳しいな。いい。じゃあねのね。ほんで商品、あ、アイテム、違う、トラックに乗って、あ、どうしようかな。エリア1に行くと、あれあったっけ。エリア1だと、ここは、あ、やば。ギャング、そう、ちょっとタイガーマンじゃない子にしたいな。やっぱレイジにしとくか。レイジ、あ、アパーシーじゃない、待って。レイジ、アイテムでトラック、ちょっとどうしようかな。でもできれば、TNT、 ちょ
ちょっとカラスがいるところに行きたいな。どっちできるのであれば。あれ、ここなんだろう。いや、俺の名前はシャーディ。兄弟を救出してくれてありがとう。俺はここにあるボートを運転できるんだ。何か船がいるようがあれば俺に知らせて。ただ俺は海については何も知らないんだ。だがしかし、海の地図を持ってきてくれればその場所へ連れて行ってあげるよ。あ、俺海の地図ってなんか手に入れなかったっけ。アイテム、あ、フル、あ、ディスマルの地図。ディスマルの地図、この、これは地図かな、それとも海図、ともかくなんて名前だろう。これはディスマル島だね。ディスマルは陰影、陰鬱って意味だよね。怖そう。うん、この島まで連れて行ってあげられるよ。なんかどうしよう、とりあえず行ってみるか。大丈夫か。めっちゃのろくない？どこにあるか知らんけど。え？着いた。え？早くない？そうなんだ。ちょっと待って。ここ、あ、カラスいた。よし。これの、なんか登ってくってことか。ちょっと待ってね。カラス行ったから、あ、ヒゲじゃん。これ敵だったりすんのかな。とりあえずここでもうセーブしますね。よっ。あ、やばい。16までしかないんだ。どうしよう。じゃあ頭の方から潰していきますかね。はい。じゃあ1番にしましょう。よし。いやー、なんかあのひどいエピソードが多いんですけど、なんか面白いっすね。面白いわ。じゃあまた次回お会いできればと思います。よろしくお願いします。失礼します。